はい、私はソッカー塾の久保でございます。今日はね、珍しくというか久しぶりに漫画のレビューをしたいと思うんですよ。漫画のレビューどうですか。この漫画ナイトライダーって漫画です、ちなみにね、この動画はドクトルアスコさんが私のチャンネルをちょっとチェックしておいていただいてるなっていうのが分かったんで、急遽ね撮ってみました。この格好ドクトルアスコさんのオマージュですよ。このジョジョの帽子とジョジョっぽいこのね、これ単なる印刷してるパーカーなんですけどもね、これ面白いでしょ、単なる印刷してるパーカー、まあ、ドクトルアスカさんみたいにパリッとしたものはないんですけども、私もねこうやって漫画レビューをやっていこうかなと思います。今日はナイトライダーなんですよ。これはね、内容のレビューをするというよりも、もう簡単にね、ナイトライダーの紹介をしたいと思います。ナイトライダーってのは、私が中学校の頃かな、1982年から3年ぐらいに、テレビシリーズで日本にね、もう持ち込まれたドラマなんですけども、このキッドっていうね、このトランザム車とこの主人公のマイケル・ナイトさんがこのコンビで活躍する、そしていろんな事件を解いていくんですよね。いろんな女性との出会いがあったりとか、陰謀の組織と戦っていったりとかするわけですよ。その時にこの車は何するのって言ったら、この車にね、今でいう AI が搭載されていて、自分で考えて自分で行動していくんですよね。でマイケルと連絡を取りながら、もうまるでね、一つの人格を持った車なんですよね。それがなんかすごくね、魅力的で、このマイケルさんのね、なんかかっこよさと相まってすごくいいドラマになってるってやつです。まあそれをね、漫画化したのがこれなんですけども、まあこの漫画持ってる人あんまりないですよね。でなんで今の時期私がこの漫画をね紹介するかと言いますと、そうなんですよ、今年ね、私がねこのナイト2000のそのもののこの車のレプリカを買うことができたんですよね。むちゃくちゃ高かったですよ。でしかも所有してからもあっちこっち手がかかるんで、むちゃくちゃ金かかります。の当然燃費なんてのめちゃくちゃです。とにかくあるだけで大変ですね。まあでもそういうのも込みで少年の頃の憧れをね、叶えたぞみたいな感じでございます。まあナイトライダーといえば最高のコスプレですよね。で私のこの格好もやっぱりね、ジョジョの奇妙な冒険大好きなもんですね。第3部から第4部へ、第3部と第4部をまぜこぜで表現したジョータロになってます。まあそんな感じでね、今日はドクトルアスカさんへ向けたメッセージになってるかなって感じですけども、この動画を見ていただけていたらすごく嬉しいなと思います。もしね、ドクトルアスカさん、私広島県の福山市におりますけども、お近くにいらっしゃるようでしたら、ちょっとねお会いしてなんかねやってみたいなと思うんですけども、その時はまた話聞いてください。まあこの動画見てくださっていればなんですけどもね、よろしくお願いします。それではやれやれだぜ。